ないでしょうか。申し訳ございません。あの座布団2枚用意してますので、お尻にこう引いて椅子側になりますので、どうぞお詰めくださいませ。あの申し訳ございません、狭い店で100人も入れようとしたバチが当たりました。あの今日は、はい、ありがとうございます。うちの究極亭、美人亭キュートからいいからいいから、私と一緒にいつもやっていただいてて、うちの山手屋のおかみだといつも皆さんに間違われます。私はおかみでございます。今日はですね、いつも第1土曜日に、第1火曜日にやっていることに寄せを第2にずらしまして、それで小生さんの出版記念というか、小生さんの受賞出版ではないんですが、もう後で挨拶すると思うのですが、産経新聞の方が書いてくださった本を出版したお祝いと、それと小生さんが、落語家に堂々となったというのを皆様に、もうなってるんですけどね、そのお話を踏まえまして今日は集まっていただきました。それで本当に日頃美人寄せ、ことに寄せ、美人寄せは6年になりまして、ことに寄せはもう1年過ぎましてね、だんだんこう回を重ねるごとにいろんな方に広がっていっております。で今日もこちらにいろいろ映像を撮っていただいている札幌ネットテレビさんがあるんですが、彼のおかげもありまして、世界発信しているものですから、それをちょっと垣間見た方が小生さんに興味を持たれて、うちの寄席にわざわざ東京とかからいらっしゃいまして、仕事が増えるという、そういうこともありますのでね、人は縁ということと、それと、いろいろ書いております本が、販売しておりますので、お買いの節にはぜひサイン入りを買っていってあげてください。まだお持ちでない方は、で持っている方は2冊目3冊目を買っていただければ非常に嬉しいと思いますので、はい、谷町のところをちょっと見せていっていただきたいと思います。いただきまして、まだお渡しいただいてない方もしいらっしゃいましたらやらせていただこうかなと思っておりますけども、本日は大層な、ね、対応させていただきましてありがとうございます。第22回大和屋ことに寄せを、お借りいたしまして、私の、まあね、本の お礼と申しますか、ここにお越しの 皆様はもうすでにご本を読んでいただいている方でございますし、なおかつ大変に普段から私をご贔屓にしていただいている方ばかりでございまして、まあお礼の意味を込めまして、今日集まっていただいて、まあ私の落語もそうなんですけども、お客様同士で楽しんでいただければいいかなと思っておりますんで、お客様が本日の主役でございますんで、最後にね、このどんちゃん騒ぎでこうね、やろうじゃないかということなんですよ。ですから落語の方は適当でね、いいわけなんですよ、本当に。でもね、絵にして先ほどね、おかみさんがおっしゃってましたけども、まさにその通りでございまして、私も詳しくはその本のね後半の部分に書いてございますので読んでいただければいいかなと思ってるんですけどね、本当にね絵西なんですよ。もうここにねお越しの方みんなそうなんですよ。島根県人会の門脇先生、本当にありがとうございます。いろいろしね、馬場さんとかいらっしゃいますし、ね、日向社長とかいらっしゃいますしね、もうなんで俺の名前は言わないんだっていうことなんですけど、全部名前を書かせていただいておりますので、後でお持ちになっていただければいいかなと思っております。でも本当にね、この間ね、幕別ってご存知です？幕別町に落語をやってくれてお寺に行ったんですよ。真言宗のね真龍寺というお寺さんでございましてね、これがもうすごいお寺で、寺の坊主の癖してねアウディに乗ってるんですよ。私は鈴木のスイフトで行ったんですけどね、でもね、節分の法要でね落語をやってくれって言われましてやったんですよ。そしたらね、そこは真言宗ですから、
あのごま法要というね、ごまだきをしてくれるんですが、そうしますとなんかこう心が洗われたような気分になりましてね、札幌までこう帰ってきたんですけどね、ああよかったなと思ったんですよ。でもあの心が洗われた心境というのは5日ぐらいしか持たなかったでもあのね、あの嬉しかったことはいっぱいあったんですけどもね、あのお寺がねやっぱり落語の原点だなって改めて思ったの。そうなんですよ、あの安楽庵作伝というね浄土宗のお寺さんがね落語をやったと、関西の方ではね日蓮宗のお坊さんがね、やったとかいろいろ説があるんですよ。でね、その真言宗のその真龍寺さんで分かったのが、そのお参りをするときにね、このやはり同じようなこうあって、ちょうどここら辺がこのご尊尊がこうありますわね。そうしますとね、まあ、寺の同士 お坊さんがそのこっちから出てくるんですな。私どもとほとんど同じなんです。でね、ここがねお寺で行きますと内陣って言うんだそうですよ。でここは下陣なんだそうですよ。ですから皆様は下陣にいらっしゃるという、ね、いやあのいわゆるこの世の世界とあの世の世界の区切りでございます。でそこで私がね、さっきもやりましたけど扇子を置きますでしょ。これは結界をね結ぶって言うんですよ。でこれを境にあの俗世間とそのね私のねあの世の方の区分けになるわけなんですよ。だからもう本当にねお寺の坊主、わしは多分お寺の坊主なんじゃないかなと思うんですよ。だってねわしこんなに喋るとねあお布施もらえるんですよそう似てるところが随分ありましたね。ただ坊主と似てないのは、生臭いなというようなことなんでもなんですよね。でも本当にねここのあの大和屋のおかみさんね6年ぐらい前ですよ、おぼし飯をいただきまして、あの毎月今では2回ここで落語をやらせていただいております。あのね北海道でねこういうところはね毎月やってるところはね、自慢なんですけども2件しかないんですよ。2件もう1件ございましてですね、これは、南五条西8丁目電話番号511-8300蕎麦屋大雪さんというところがございまして、こちらも毎月1回落語をやらせていただいております。今日は特別にあのご主人ご夫妻でいらっしゃっておりますので、ぜひ、もう一度ご紹介させてください。南五条西8丁目、電話番号011-511-8307蕎麦屋大雪というところでございますのでですね、まあ落語もそうなんですけど、ここはね蕎麦がうまいんですよ。本当に日本2番目ぐらいじゃないかなと思って、1番目はね出雲蕎麦なんですけどね、日本で2番目にうまいのが大雪の蕎麦屋ということなんでございましてね、まあこれぐらいでよろしゅうございますというようなことなんでございます。私喋らせていただいてね、またお後へと交代ということでございますけども、江戸っ子の生まれ底ない金のためなんてことを申しまして、江戸っ子は宵越しの銭を持たないなんて昔から言われておりまして、なんでかと申しますと、腕にこう技術といいますかね力がありますから、いくらでも働けばお金が稼げるというやつでございまして、江戸っ子の、生まれ損ない金をためなんて話が昔からあったんだそうだ。しょうがない財布言っちゃったよ、中にな金でもって三両と陰陽とか書きつけてあるんだけどさ、バッと地な野郎でこんなもの落としやがってよ、でもなよ書きつけにな神田小柳町大工吉五郎って書いてあるからよ、名前と帳所分かってるなら届けねえわけにいかねえな、まあ、しょうがねえな忙しいけどな、まあ、いくつするか、ここら辺がな小柳町だな、これちょっと聞いてみよう、ごめんよ、いらっしゃいまし、何タバコを差し上げましょう、タバコタバコなんかほらいらないよ、タバコいらないんですか、そうですかそうですか、なんだい随分しょげてんね、道聞きたいんだけどな、ここら辺があの小柳町店だろ、この辺りが小柳町と申しますが、大工の吉五郎って知ってるかい、吉っつぁんですか、存じ上げておりますよ、吉っつぁんが何かしましたか、いやそのなそいつがいるところのなちょいとあのところ知りてえんだけども、うちを知りたいとこういうことですか、そうだよ、ところも言ってくれるとこがあったらしょ、ちょっと教えてくれよ、そうですか、ね、吉
たらね、これまっすぐ行きますでしょ。うん、そうしますと、ね、あの米屋がありますから、うん、お米屋さんがあってね、その角を曲がって5軒目のね、小市長寺に丸に吉の字って書いてありますから、誰でも分かりますよ。そうか、はい、ありがとうよ。あ、ここだな。おお、ずいぶん障子張り替えたと見て新しいな。あ、なんで、欄間から煙が出てくる。うん、いい匂いしてんね。なんか魚焼いてんだな。これね、どっちだよ、るぞれ。ちょっとな、覗いて見てみようじゃねえか。正直な、なんだろうな。あー、ね、やろう。イワシで焼いて一杯やってるよ。だったら、どっちだよ、るぞ、本当に。おう、ほんなんな、脂っこいもんでやるんだったらな、もっとあさりしたもんでやる、あさりしたもんでいい。なんだ、ほんだ、なんか用があるって、障子破りやがってよ、本当に張り替えたばかりだろ。おう、なんか用事があってんなら障子開けてちゃんと入ってこれ。当たり前だよ、障子開けてとな、入ってこれねえんだよ。あ、お前か、大工の吉五郎ってな。お、俺はいかにも大工の吉五郎ってんだよ。なんだい、な、お前誰だい。俺の左官の金太郎ってんだよ。お、金太郎、金太郎一緒、ずいぶん顔赤くねえな。まだ茹でてねえんだよ。茹でてないんだってどうすんだ。なんか用か、用があるから来たんだよ。こんなところにな、用がなきゃな、こんな小汚いところ来やしねえや。なん、おめえ喧嘩売ってんのか。いや、そうじゃねえんだ。あんな、おめえ、あの柳原で財布を落っことしたろ。何よ。おめえな、柳原で財布を落っことしたろ。なんだよ。冷てえ水で洗って出らしてこいってんだよ。うん、俺はいかにも財布を落としたろ。なん、うん、でも落としたところが分かれば俺は拾ってんだよ。そうか、そうだ、俺はお前の言う通りだ。そうだな、そうだ、おめえはな、でもな、屋根裏で財布落としたんだよ。俺が拾ってやってな、な、これでもって中に金子が3両だな、書き付けと印行が入っててさ、うん、書き付けにな、大工小柳町大工吉五郎って書いてあるからよ、俺は持ってきてやんだよ。さあ受け取れ。あんちしょ、余計なことしやがってこの野郎。俺はな、久しぶりにあの財布を落っことしたからな、これは縁起がいいやってな、厄払いだと思ってよ、今養子でもって一杯やってるとこなんだよ。余計なことしやがってよ、本当に。勘定もな、俺はな、書き付けと印行はそれはいかにも俺のもんだな。あ、取っとけだよ、三両はよ、おめえにやるやな、仮一杯でもやんな。そう、俺せっかく届けてやったじゃねえか、なんてことしやがるんだ。いいから持ってけ、本当に持ってけ。たっておめえ、これ おめえの金だ。そう、まあな、前は俺の金だった、でもよ、俺の懐から一回行ってたらな、もう二度と俺の敷居はまた出せねえ。せねえ、だって本当に、いいから、ね、そんなこと言わねえで、本当ったんしゃ持ってけ。泥棒、泥棒じゃねえよ、ほらな、おめえの金だろう。だから持ってけ、正面。持ってけねえと、失敗だぞ、おん、やろう。どこの世界によ、おめえの金持ってって失敗だから、おう、失敗だくるんだったらな、おお、面白いや、失敗だけて、の、喧嘩しようじゃねえか。そうか、面白いな。おめえがずれるんだ、そうだ。俺は本当にやるよ、いいかい、本当に。大家さん来てくれ、大家さん来てくれよ、よ、よ、また喧嘩だよ、隣持って、壁どん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 やるからよ、ちゃんと押さえてないと、いろんなものが落ちてくるからよ、仕事になんねんだよ、大家さん助けてくれよ。どこだって決まってるじゃないか、岸子のうちなんだよ。そうかい、そうかい、ああ、またやってるな、今日で3度目だ、本当に。相手も大丈夫、結構強いもんだな。あ、髪引っ張り合って、あんまりいい喧嘩じゃない。おめえたちやめない、やめない。ちょ、喧嘩は両成敗しとけ。いいからやめなったんだ、本当に。吉子、どうすんだ、おめえは。喧嘩やるんだったらな、もっと広いとこでやれ、広いとこで。いつもな、おめえが喧嘩するから、長屋の連中困ってるんだ。なん、お前さんもお前さんだよ。どこの人か分かんないけど、こいつは喧嘩かっぱやいんだ。だからさ、もう帰んな、帰んな、帰ってくれ。なんだよ。おめえなんだ、おめえ、ここのうちの大家がいい。そうだ、俺はいかにも大家だ。だ、んならおめえ、そんな喧嘩の止めようあるかい。なんだよ。何体じゃねえよ、俺はね、犬猫じゃないよ。カッとして喧嘩したわけじゃねえんだよ。ちゃんと血の気があったな、人間なんだ。喧嘩するなら喧嘩するのわけがあるんだ。なんでそのわけ聞かないんだよ。あ、そうか、俺はそうだな。これは私は悪かった。
うん、でどうしたんだからよ、俺はなこいつの財布をな柳原へ拾ったんだよ。中に金子三両とよ、うん、書き付けと印料が入ってて、その書き付けの中に、大工吉五郎って書いてあったんだから、おお持ってきやがった。なそしたらこの野郎が三両はいらないって言うんだ。いらないって俺受け取るって言うんだ、バカ野郎。なん人の金受け取るわけいかねえだろって言うんだ。こいつ殴ってみろって言うから、おお面白いって、こっち師匠が殴って喧嘩になったんだよ。そうかそうか、分かんない、どうもどうもすまないね。それじゃあね、それじゃあ申し訳ないよ。なんだ吉坊、なんお前はな、それは江戸っ子でな、一人一回落として、そのなかなかお金はもらえないかもしれないけどね、こういう時にはなんだよ、ね、わざわざ届けに来ていただいたんだから、なちゃんとお礼を言ってね、ちょうどこれを聞いといてな、改めて菓子折りの一つかなんか持ってって、また改めて挨拶をすればいいってもんだ。なんこのマヌケめ、しょ何言ってやろこの大家。なんだなんだなんだ、しょったい、俺はな、大家といえば親も同様、ただ子といえば子も同然ってんだよね。のおその子供をね、無視あって、この他人のことを肩を持つってのはどういうことなんだ。しょうもえ、俺はないつもな、みそがれ持って28日にはきちんきちんとな、家賃ちゃんと納めてんだ、証明。何が悪いんだろう、だいいから、まあ、こういう男だ。なあ、今ね、こいつに何も言ってもね、始まんないから、私がね、後でもってね、ちゃんとお前さんのところに謝りに行かせるようにするから、お前さん、白壁町の社官の金太郎、ああ、そうかいそうかい、もしもね、こいつがね、頑固で口利かなかったらね、ちゃんとね、訴えるところに訴えて、ね、しらすの上でもね、ちゃんと頭を下げさせるようにするから、まあ、今日のところはね、私の顔に免じて、まあ、引き取ってもらいたいんだよ。いいかい、まあ、そういうことだろうね。私はね、うん、まあ、大家さん、そうしたんなら帰りますけどね。おう、吉子、な、ね、忘れんじゃねえぞ、俺の顔。おめえの顔なんか覚えときよ。な、ね、矢でも鉄砲でも持ってきやがれ、うんちょ。何でも鉄砲でも持ってきやがれ、うんちょ。なんでおめえなんかな、矢でも鉄砲なんかそんなものはいられんだ。あ、原稿一つや二つでたくさんだ、何言っちゃうの。いいからいいからいいから。ばあさん、歩いてんな。金太郎じゃねえか。うん、随分しょげた顔してんな。おう金子、どうしたい。おう、親さん、こんにちは。こんにちはじゃねえ、まあこっちへ入れ。なんだお前は、江戸っ子ってのはな、もっときちっとしてなきゃいけねえ。なん、なんか髪は乱れてるよ。第一、お前、前がはだけてるぞ。まあ、江戸っ子ってのはな、こうピシッとして歩かなきゃいけねえんだ。なあ、もっと綺麗にしな。どうしたんだい。いやね、喧嘩しちゃったんですよ。喧嘩、うん、俺はおめえで、なんですか、なんですかってな、江戸っ子ってのはな、喧嘩しなきゃいけねえんだ。私もな、若い自分はベッドを持ってな、一日中喧嘩しに歩いてたもんだ。で、どこで喧嘩した。小柳町で喧嘩したんですよ。おお、どうして。いやね、あっしはね、柳原でね、財布拾ったんですよ。バカやろ、何のために財布なんか拾うんだよ。拾っちまったんですよ。お前ね、普段から言ってんだろな、鏡女に反り男っつってな、江戸っ子ってな、こう反り身になって歩かなきゃいけないんだ。おめえなんかな、前見て前見て歩いてるから財布なんか拾うんだよ。そういうことじゃないですけどね、私はね、ちゃんとね、反り身反り身に歩いてたんですけどね、草履に引っかかったんですよ、財布が。お前古い草履を履いてるからそんなことになるんだよ。な、ちゃんとな、江戸っ子ってな、新しい草履を履かなきゃいけないんだろ。しょね、で、どうしたい。あ、それでね、その中に、財布の中に三両とね、それから書き付けと印料が入ってたんですよ。の書き付けの中にね、大工小柳町岸五郎って書いてあるからね、この野郎のところに届けに行ったんですよ。あ、そうかい、お前いいことをしたな。いや、でもね、その野郎がね、受け取らないんですよ。どうして。いやね、せっかく財布落としてね、ほら縁起がいいやってね、俺はイワシでもって一杯やってるのに、なんで、おめえがこんなもの、余計なものを届けやがったんだ。いや、怒っちまってね、この三両はおめえにやるって、言うんですよ。受け取ったか、受け取れしませんよ、ね、そんなもの受け取るわけじゃないじゃないですか。だからね、なんかやってたら、そのこっち正面殴るぞって言うから、面白い殴れって言ったら、本当に殴りやって喧嘩になったんですよ。あららら、
すごいな。いやでもね、そっちのね、大家が止めに入りましてね、それでもってその、こいつのね、喧嘩っ早いのはもうどうしようもないから改めておめえのところにね謝りに行くからってんでね、もしもその謝りに行かないようだったらちゃんと願い出て、お知らせ持ってちゃんと頭を下げらすから今日は私の顔に免じて許してくれってその大家さんが言うんでね、しょうがないからね、まあその大家さんの顔に免じてね今日は帰ってきたんですよ。バカ野郎、まったその大家はな、顔にね顔が立ったかもしれないけども私はどうなるんだよ。私の顔は立つ手がないじゃん。だって大家さんだから、お前さん、大家といえば親も同様、ただ子といえば子も同然ってんじゃん。その我慢することはね、こっちから訴えでよな、私が差し紙書いてやるからなんてんで大変ひどい話がございまして、お互いに差し紙を書きまして大岡越前の神に訴えるという大変な騒ぎになりまして、お知らせでもって、双方がその差し紙が届いておりますからゾロ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 呼び込みのおってお知らせの中に入ってまいります。鎖がついた大きな扉がこうガラ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 ピシーッという音を聞いただけでも普通の人はビュッともう、寒気がしたんだそうでございまして、中央には高いところ、目厚け紅葉人がおりまして、その縁側には、筑波の同心が張っておりまして、日草の実手をこう捕まえておりまして、控え、なんだなんだ、控えるってんだよ、控えじゃないよ、控えてんだよ、控えてんじゃないか、控えてるってのはそんなあぐらかくもんじゃないよ、ちゃんとな、ちゃんと座らなきゃいけねえんだよ。座るんですか？もうね、座るのね苦手なんですよ。こうですか？おやさん、誰かあの知らせの上で赤ん坊にしょんべんさせてるよ。お奉行様のお出ましだよ。頭下げろ、頭下げるんですか、頭。こうですか。神田小柳町大工職吉五郎、同じく白壁町社官職金太郎、付き添いの者一同、皆揃いおるか。皆揃いおってございます。大工吉五郎、表を上げい、表を上げい、頭上げんだよ、頭上げんの、後輩。その方イングルシ柳原において財布を取り落とし、ここにおる金太郎が親切にも渡す時に乱暴にもうち長着に及んだという願書の重きにあるが、しかとそういないか。でもね、私はね、財布を落としてしまったんですよ。でもね、久しぶりに落としたんでね、これは縁起がいいやと思って、厄払いだと思ってね、ちょうどいいやと思って、ちょいと一杯飲んでたんだって、この野郎が来ましてね、でも財布ね、わざわざ届きやがったんですよ。だからね、まあ、この人形とね、書き付けは俺のもんだから受け取っておくけどね、三両くれてやろうと思ってね、こいつやったら怒っちまいやがってね、そんなものいらねえってんですよ。しょうがないからね、引っ張ってくぞって言いましたらね、構わねえから引っ張ってくれって言うんですよ。向こうが辛いのにね、これ断るわけにいかないですからね、私はしょうがないからね、それやらなかったら角が立つと思ってね、ポカポカってやって、まあ喧嘩になったってこういうことなんでございますよ。ほほう、面白きことを言うやつであるの。これ金太郎、なぜその折にその金子もらいおかなかった。冗談言っちゃいやがる。これ天下の祭壇で冗談とは願い、冗談じゃありません。お奉行さん聞いてくださいよ。お奉行さんの仕事っていうのはね、そんな金子受け取ったらね、どっかの地震盤かなんか届けろっていうのがそうでしょ。でもそれをもらわないっていう、それは私はおかしい話だと思いますよ。そんなね、そんな金子をねもらうような寂しい考えがあったらね、あっしはねちゃんともうね、社官の棟梁になってますよ。
こういうね、足はね、曲がったことは大嫌いでございますからね、いつもこうやって一生懸命になっているってこと、これこれは泣いておる。うん。しからば、両兵衛のもの、三両はいらぬと申すか。え、まあ、これのものは言いませんよ。そう。それでは、この一膳、三両預かりおくがどうじゃ。おお、そうしていただきますとね、もう喧嘩にならないですからね、預かっていただければ。そうか。それではこの一年三両預かりおくぞ。ならば両名の正直にめでて、二両ずつ金子を褒美に与えたいがどうじゃ。あ、そのことにつきましては、町役人成り代わって、申し上げます。町内でこういう正直者が出るのはもう誉れでございます。何かありまして、ありがたく頂戴をいたします。おそうか。それでは金子を持ってまいれ。無双じゃ。その方よいか。この度のお調べ三宝一両損と申す。もし吉五郎この金太郎が渡す時に受け取り岡場金太郎に三両ある。もし金太郎その時にもらい岡場金太郎三両ある。もしこの越前三両預かり岡場三両ある。そこに越前一両足して二両ずつ与える。これすなわち三宝一両損である。あい、わかった。仲良く暮らせよ。ああ、分かった、分かりましてございます。どうもありがとうございます。ならば一郎の者立ちませい。調べにだいぶ時間を費やしたようだ。時を移したようだ。空腹を覚えたであろう。全部を取らすぞ。何ですか全部。ご馳走になられるんですか。おまんまいただけるの。ありがとうございます。おお、本当だよ。お膳が出たよ。あ、すごいね。てえの、これは岬の本場だよ。こういうものを食わなくちゃいけないよ。おめえこの間イワシの塩焼きなんか食べてたろ。こういうものを食べなきゃいけない。これこれこれ、いかに空腹じゃとて。あまり食すなよ。腹も身の内にしとけ。なーに、大川は食わねえ。たった越前。どこから出ていくのか分からなかったと思うんですが、手間取りました。すみません。こんなに近くにね、座って。この上に上がった方が本当はいいんでしょうけれども、ちょっと膝が悪いもんですから。たくさんのお運びでありがとうございます。小生お箱、ね。こんなに人気があるんだなっていうのが僕は初めて知りました。次期知事選。出馬を断念しました。私 SPB ラジオの工藤純喜です。よろしくお願いします。時期を狙っております。よろしくお願いします。今日は私なんでここにいるかということなんですけれどもね、今日のまず式次第といいますか、まず最初ね、話がありました。で、一人しか今日話はやりませんね。でおはこさんだけですから。で、その着替えたいと、着物いっぱい持ってるのを見せたいということもありまして、この後今着替えております。で、次の話の時には違う着物でやってまいりますんで、その、つなぎというか私、で今日は中入り休憩がございません。これちょっとトイレが近い方は心配だと思いますが、この後私ちょっと喋らせていただきまして、松薙をしなしまして、すぐその後のお話で、その後またちょっとトークっていうのがありまして、まあ大体2時間たっぷりですね。我慢できるでしょうか皆さん、ね、頑張ってください。はい。で、私なぜここにいるかと言いますと、お分かりの方はお分かりだと思います。この中にも北大落ち研の OB の方が来てらっしゃいますから、後ほどまたお話をねさせていただきますが、北大落研落語研究会にこの小生おはこさんは
井田家大使という名前でですね、在籍しておりました。でもう大学の受験時代からもとてもその話は上手でですね、非常に熱心 で私あの北大受験にこの入った時にはもうすでにいらっしゃいまして、で僕が入った時にその紙下の切り方から、その話の仕方まで指導してくれたのがこの小生おはこさんで、私にとってみればもう師匠なんですね。師匠なんです。私の場合はまああのそんなに話の上手なという人じゃなかったもんですから、そんなにあの話に入っていけなくてですね、もう大学の途中でもすでにあの DJ というのを、学生 DJ というのに、もうラジオのですね番組 HBC ですけれども、あのスカウトされまして、でもう1年生の時からですねあの喋ってました。で土曜日曜のベスト10北海道というのをですねやってました。まあ、月金はあの高田文幸さん、デーブマン、ミスターデーブマン、そのああよ、ああ分かりました。これ言ってもですね、分からない年代の人たちのところで全然話が通じないんですかね。私、あ、よかった、分かった。で、その時にあのちょうど番組やってたダイナミックサタデーというの、サンデーワイドっていうのがその日曜日、土曜と日曜あったんですが、その時の土曜日はダイナミックサタデー、三松屋勝二師匠というね、今、小勝さんですが、あの方がもう一生懸命頑張ってたんで、その時、そして、日曜日には夢八さんとその時言ってました、夢丸さん、夢丸師匠で、そのまだ2つ目だったんですがね、そういうような関係もありまして、まあ、落語、まあ、落ち研ではありましたですけれども、 DJ というかラジオの方にこう入ってましてね。でまあなぜ落ち研に入ったかというのもですね、まあ、モテようと、モテたい、そういうものがギラギラしているものがあったわけですね。で当時本当にモテたんですね。もう女子大 の学園祭なんかっていうと、もうあっちこっちから引っ張りだこで、青春、武蔵、もう富士で北西、もう必ず行くと、はいはい来てください来てくださいって言って、楽屋にもたくさんの女の子がやってくるという、でそういう時代だったんですね。で、まあ、原さんは落語はうまかったですけれども、モテませんでした。これははっきり言います。ただですね、ただですね、あの原さんは豆です。ね、豆というのはまあ営業にも何でも全部それ通ずることですが、豆な人は最後にあの何でもこうゲットできるんですね。ですから女性の心もゲットできるということで、まあ、何人かそれはゲットしました。あの私は、まあ、そんなにその親しいというか、そういうような、まあ、親しいですよね、師匠と弟子ですからなんですけれども、あの、まあ、大学卒業してからはこれはまあ別々の行動ですよね、別々のそのあれになります。 でも、やっぱり人生の節目節目にはですね、あ、これあの北大落研、いろんな職業についてる人がいます。お医者さんもいればですね、弁護士さんもいれます。お医者さん、弁護士さん、これはね本当にあの知り合いに持っていくといかにあのありがたいかというのが、あの本を読むと分かるんです。あの大箱さんの本の中でですね、事故が、まあ、あってですね、保険金ですね、これで一息ついたという、あのくだりを読むと、ああ本当に弁護士さんは必要なんだなというのがよくわかります。で、まあ、勉強になるわけですが、その、まあ、弁護士さんもいれば、お医者さんもいれば、他にも、まあ、いろんなあの社長さんですとかそういう人がいますが、私あのアナウンサー別にそんなにあの役に立たないかなと思ったら、そうでもないんですね。結婚式の司会を頼まれましたね。まあ、それも何度目かのですがね、何の方がそうで、まあその時に、うちなんかもあれですよ、子供2人ね、女房と一緒4人家族でトマムの水の教会、トマムでやるんだもんね、そんな遠くまで行ってやる必要ないんじゃないかと思って、ね、トマムまで行きまして、で水の教会もう前乗りですから、私なんか子供家族全部4人分の宿泊費も全部こう水着を着てですね行きまして、
で司会ですよ、司会をしてまああの披露宴なんかでねやりました。はい、まあ、それはその時はまあこれは師匠と弟子ですから、そこに金銭的なそういうようなねやり取りはそれはもちろん要求もしませんしできませんね。でいやいや そんなこと言わないで、いやいやいや今度の時にもらいますって言います、ね、今度の時に来るのをねちょっと待ってたんですが、これがね来なかったですね。で今20さっき聞いたら奥さんもいらっしゃるんですが、23年結婚生活が続いてるという、これもう奇跡ですね。僕ら若い時の原さんをね、まあ、あの箱さんを知ってるとですね、あよく続いたと、まあ、それはもう奥様の、まあ、忍耐とかですね我慢とか全部それかいみたいな、そういうことだと思うんです。であの本当にお子さんももう大きくなられて大学を卒業して東京にこの春出かけて出られると、だもうあとはもう夫婦2人ですね、好きなことをやってですね、まあ、これからまたまたその話か小生お箱として、頑張っていけるんじゃないかなというふうに思います。私の持ち時間ですね、いや10分ぐらいでいいのって言ったら、いやいやちょっと15分から20分やってくれって思うんですから、しょうがないです。だから今これ休憩も兼ねておりますので、皆さんどうぞトイレに行かれる方はどうぞトイレに行っていただきたいというふうに思います。早速ですね今日皆さんのポスター、あこれ知ってください。まあこういうふうに出てまして、でこれお箱100人会興行工藤純喜くん友情出演と書いてある友情出演というの皆さんどういうことか分かりますか特別出演と友情出演というのは、これは映画の中でもよくあのねタイトルバックダーッと並んでる時に特別出演誰々友情出演誰々ってやつ、特別出演はまあ大物俳優ね、ベテランの俳優さんね、もうすでにもうキャリアのあるそういう人が、まあその映画の中ではちょい役、そんなにあの大した役ではないんだけども、その人じゃなきゃできないようなそういう役をやってもらうために、すいませんが特別出演お願いしますっていうんでやってもらう役が特別出演、友情出演というのはですね、まあ、監督とかその主演の俳優さんの、まあ、よく友人関係ね、ちょっといやいや出てくんないかギャラ出せないけどみたいな、そういうのが友情出演なんです。でも今日私あの先ほど大和屋さんのですねお寿司をすでにこのお腹の中に入れてしまった立場ではですね、もう帰るに帰れなくて、こうやって話をしてるわけですが、まあ、せっかくですからね今日来て、私ただ帰るのもなんなんで、あの皆さん寒いですよね今日ね、寒いですよね。であの私やってる番組工藤力の10人十色という番組、これね23年丸23、24年で、この先週の金曜日にあの STV のテレビの方ドサンコワイドという番組、夕方の番組がこれ6000回だというね、で6000回ちょうどね私の番組ラジオの番組と同じに始まったんですよ。だからあじゃあそのぐらいになるのかなっていうふうにこれ数えてくださいって数えてもらったのスタッフに。そうしましたら最初の頃はですね僕月曜から木曜日までで金曜日休みだった、違う番組やってた、だからあのちょっと少なくて5500今日で57回、5557回、そういうあの回数になりますか。一日一日の積み重ねというのはねすごいなと思います。そんなにあの考えてやってるわけじゃ何でもないですかねこう、まあ、丈夫でですね皆さんの助けによってこうやって続けられて、で本当にありがたいことだと思いますが、そのラジオの番組の中でですね今ちょっと寄りかけているのが、今寒いね寒いこの北海道今一番寒いですよ、あったかいとこ行こう、そうですこういうですね工藤純喜と言って太七乱義郎は6日間の旅、はい、これが今ね
大変に気になってるんですね私。行こうって言っててですね、行く人がいなかったらどうするんだお前は、一人で行くのかということになるわけです。で3月の9日から14日までの6日間なんですが、ランギロア島というのタヒチのいっぱいある島の中でもですね、サンゴ礁が世界第2位の広々大きなサンゴ礁というのがネックレスのような連なっている島のそのところにあるんですけれども、本当に綺麗な水、海で、湖は水で、でそこに あるキアオラリゾートというですね、ホテル、もう5つ星の本当に最高級ホテル、リゾートホテル、ここで3連泊できるという、一つの部屋にですね、部屋にプールがついてるというですね、ごめんなさいね、よくないのかな、ごめんなさいね、どうなんでしょうね、プールがついてるんですね、それで36万9千円わーって言うでしょでもここにいらっしゃる皆さんは大変に、まあ、笑うためにですね、こうやって足を運んで、ね、3500円、はい、本を買うにも2000円、ね、なんか弱みを握られてるわけでもなそういうふうにこう来てくださる、そのぐらいの余裕のある方です。懐にもきっと余裕ある。で島根県人会の方いらっしゃいますか。島根県人会、島根県ね、島根県にお箱さんと一緒に行くツアーもなんかあるみたいですね。それいくらするんですか。いや、それはね、俺自分行ったことない。あ、行ったことない。あ、そうですか。それもう20何万するらしいですね。いや、そんなにしないです。しないですかそれから比べたら36万9千円、また比較することはない。安いの。あ、そうなんですか。夜名古まで3万3千円で送る。いいですね、島根もいいなと思います。私飛ぶかどうかは今年は分かりません。スカイマーク、スカイマークね、スカイマーク、これエアタヒチヌイという飛行機会社で、ぜひこれ今チラシをいくつか持ってきてまいりましたので、私に声をかけていただければスッとこうお渡しできますね。友情出演ですからよろしくお願いします、ね、でこんなことばっかり話しててもね、あんなんで原さんのその、まあ、若い時のギラギラの話ばっかりじゃなくてですね、とても熱心だという落語に関して、本当に落語は人を救うというタイトル通りですね、落語が本当にこれだけその一人の人生に大きな影響を与えてるのっていうのはね、すごいと思います。で、まあ、落語家さんだったら当たり前だかもしれませんけれども、本当のね向こうにいるその、まあいわゆる東京上方、江戸と東京のそういう江戸と上方のそういう話し家さんという世界の人たちではね、まあ、よくあることなのかもしれませんが、北海道で、こうやって落語と関わりがあって生きている人は本当に少ない貴重な人材だというふうに思います。で、昨日ですね、私バードマンという映画を試写会で見てきました。私映画が大好きで、で今アカデミー賞の9部門最多9部門ノミネートされている映画なんですが、これはアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトーというですね、言いにくい長い名前の監督がやっているその映画なんですが、これ皆さんご存知のバベルというね、役所広司さんとか出てまして、菊池凛子さんもね出てノミネートアカデミーにもされた映画の監督でもありますが、この監督がコメディを初めて、でダークファンタジーのコメディを撮るというんで、まあ、注目もすでにされていたんですね。で私昨日見まして、これはちょっと変わった映画だったんですね。最初から最後まで一つのカメラワンキャメでずーっとノーカットっていうのか、ずーっとカットなしに切り替えることもない、ずーっとその最後までなんですよ。で日にちが変わっても空をこう建物かなんか映しているカメラそのままの位置でどん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 時間が経っていって、電気が消えて明るくなると、その次の日になるとまた動き出すというね、変なまあ変なというかちょっと不思議な映像もやっているんですけども、まあ、主演がマイケル・キートンという方で、マイケル・キートンさん、バードマンというのは、まあ、実際ヒーロー映画のヒーローをやってた、そのヒーローの名前なんですね。
でバードマンの役をしてたのがそのマイケル・キートンさんで、かつてこのマイケル・キートン自身があのバットマンのね、ティム・バートンのあのバットマンで、まあ、1作目2作目やりましたが、まあ、ちょうどそのあれと重なってるんですね。でそのバットマンで、バードマンでその名は成したんだけれども、その後20年間全然、まあ、目新しいっていうか目ぼしいその映画に出ずにですね、ずっと忘れされつつある、スターで、そのスターが起死回生を図ろうということで、ハリウッドからニューヨークに来て、ニューヨークのブロードウェイで劇場でお芝居をする、で自分で脚本、自分で演出、自分で主演をするという、その、舞台をやる 1日2日の間の、映画なんですが、これがね、何がちょっと今話がつながってるかというと、こうハリウッド映画で名を成した人で、それがニューヨーク そのブロードウェイ その本当の舞台のところで、そんなにすぐにね、評価なんかされないよと。でその評論家、批評家、激評家がそのまず、芝居が打たれる前に、あんたがね、もうすぐにもう始まったら、初日が終わったら私が激評書いて、でもそれすぐ打ち切りにさせるからっていうふうに言うおばさんがいるんですよ。でそれに対して、あんたね、あんたはリスクを負わないから、もう好きなことをそうやってね言ってるかもしれない、俺は金をもう自分の命かけてるぐらいもう全部つぎ込んでこれにかけてるんだと。であんたは何なの、チンプなそのいろんな批評をして書いてね、で自分は傷つかないで、でその批評だって全然ダメだっていうようなことを、言うんですね、怒るんですね。 でなおかつそのあんたはレッテルを貼りたがる、レッテルを貼らなきゃそれ批評できないんだと。でどうするかというと、そのハリウッドからその、すぐにニューヨーク その舞台の、芝居を、まあ、すぐにはできない、そんなところで評価なんかされるわけがないという、そういうこと見てもいないのにそんなこと言うなと、ね、レッテルをその人に貼ってそういうような批評をするなということで結構喧嘩をするシーンがあるんです。でこれはね、見てて思いました。まあ何でもそうです、映画もそうですけれども、映画を撮るために助監督から始まってね、何個か撮って、まあ、監督してっていう、そういう撮影所のそういうところから出てくる監督もいれば、今いろんなね撮り方が、自主映画からもうポンと出てとか、コマーシャルフィルムからポンと出てと、そういうような映画監督います。だから一つの、まあ、映画に関してもそうです。まあ僕はそれと同じように落語も、まあ三遊亭もいればね、桂、まあ、芸術協会もあれば落語協会もあるという、そういうところだけじゃなくって、人生をずっとこうやってきた中での笑いとかですね、自分の生き方とか、そういう姿勢、それが積み重なっているものが落語から出てくる、私たちが受け止められるかですね、これはもう非常に心に訴えられる、訴えかけられる落語になるというふうに思いますし、話し方としてもですね、これはもう認めてもう十分なんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、私ですね、あまり最後の方をちょっと真面目にしようと思って失敗してしまいましたが、まあそういう、まあ、大体そんなことをちょっと考えながら昨日は試写会で笑顔を見てたということなんですね。まあ皆さんはそんなことをもちろんね関係なく、本当に一人間、小生を箱原正史さんをですね応援しようという気持ちの方たちばかりだというふうに思いますが、これからもどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。